皆さんおはようございます。編集力目覚ましクラスナビゲーターの八田です。編集力はどんな人にも眠っているスキルです。映画や企画に編集力が欠かせないように、編集力を使いこなすことで情報をよりクリエイティブに扱うことができるようになります。例えばここにコップがあります。これをコップ以外の言葉で30個以上に言い換えてみてください。白い器、日用品、お店にあれば商品、人に送ればプレゼント、落として割ってしまったら燃えないゴミになります。このように言い換えることで情報の見方を変えるということも編集の方法なんです。16年目を迎えるイシス編集学校では、これまでに約3万人がネット上でこの編集力を身につけてきました。そのメソッドをワークショップを中心に皆さんにお伝えするのが、この編集力目覚ましクラスです。ご自分で考えたり表現したりすることに自信が持てて楽しくなってくる、そういうクラスです。皆さんのご参加をお待ちしております。